はい、皆さんこんにちは、ワンダルブルビージです。では今回は久しぶりになりますね、新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ、新しく始めていきたいと思います。で、今回行っていくベリーハードチャレンジのキャラクターなんですけども、今回はですね、まだベリーハードクリアしたことがないマクベ、このシナリオを使っていきたいと思います。で、ここにですね、ランバラルなんかを歴史介入させてベリーハード攻略していきたいと思っています。では早速ですね、キャラクター、投入していきたいと思います。最初にね、投入していくのをランバラルですね。で、ランバラルはですね、ゲルググまで歴史介入することができるんですけども、今回はドムにします。ランバラル専用ドムですね。これにいわゆるランバラル隊と呼ばれる人材を入れておきましょう。まあ、ザク回くらいですかね。ガデムもこの際、キャラクターとしては入れちゃいます。あとはデニム、ジーン、スレンダー、このあたりも入れます。他入れられそうなのはここまでですかね。あとダロタか、ダロタも入れちゃいましょうか。ガウで入れます。まあ、ベリーハードっていうね、状況を考えるとこれでも苦しいぐらいだと思いますので、まあ、この程度は許容範囲ということでご了承いただいた上で、キャラクターをね、投入していきましょう。ガルマもそうだな、まあ、ビグザム入れるとちょっとね、ぬるくなってしまう要素も出てくるので、ここはガウにしましょう。これで始めていきます。ではまずね、久しぶりなのでシナリオ導入部分から見ていきたいと思います。マクベ編ベリーハードチャレンジ。宇宙世紀0079、11月6日、オデッサ作戦開始まであと1日。連邦軍は着々と作戦の準備を進めていた。オデッサ鉱山基地は貴重な鉱物資源を産出するジオン軍の生命線にして、地上における軍事上の最重要拠点である。連邦軍の司令官は英雄レビル、対するはジオン屈指の策士マクベ。ジオン勝利のためあらゆる手段を講じ、必勝の覚悟で戦いに臨む。オデッサ周辺に連邦軍の戦力は集結しつつあります。兵力は我が軍の3倍以上。さらにこちらはマクベの副官ウラガンですかね。うろたえる策は講じてある。連邦のエルランが願えれば戦力費など問題ではないはずだ。はい、エルランには受諾を伝令として向かわせております。木馬についてはまもなくグラナダから到着する3年生にやらせるつもりだ。さらにそれとは別の切り札も用意してある。切り札ですか？使わずに済めばよいのだがな。はい、ではまずオデッサの防衛戦からですね。レベル将軍率いる連邦地上軍からオデッサ鉱山基地を死守してくださいということになっています。勝利条件はオデッサの防衛、敗北条件がオデッサの陥落、あとはマクベの戦死ということになっています。では早速ですね、オデッサ基地確認しておきましょう。マクベは3連星に木馬をやらせるという話だったと思うんですけども、ここにいるのがその木馬、ホワイトベースですね。まあ、ただここだけでは多少不安なところもちろんありますので、新しく歴史介入させてあるランバラル隊なんかもね、配備していきたいと思っています。では少し部隊を再編しておきましょう。では部隊を再編してあります。ここにいるのがですね、黒い三連星ガイア、オルテガ、マッシュですね。ただしこれは操作はできません。で、ランバラル隊をどこに移動させたかというと、マップの右側に移動させてあります。実は、ホワイトベース隊がね、このマップの右側から入ってくるというのがありますので、このホワイトベース隊を撃破するためにランバラル隊をこちらに配備してあります。ランバラル隊を撃破したらですね、レベルの主力部隊はマップの左側から入ってきますので、ここに移動させるためにガウをね、使っていこうと
という判断です。グフ。あとはここにザクカイですね。ランバラル隊の3名。そしてここにはランバラル。ダロタ、ガルマという配置にしてあります。さらにマクベもね、専用のここに乗っているグフ。これを使って、迎撃戦、撃退戦、これを展開していこうという腹積もりです。これでじゃあターンを進めていきましょう。ではオデッサ作戦ですね、まあ、今回はいわゆるオーバーテクノロジーの機体なんかはね介入させていませんので、いかにランバラル、マクベこの辺りが活躍してくれるかというところで攻略の難易度変わってこようかと思いますので、まあ、特に序盤から中盤にかけてランバラルのドム、これ強力なので撃破されないように最新のね注意を払っていきたいと思います。エルラン中将との密約。作戦開始直後、連邦軍のエルラン中将が我が軍に寝返る予定です。密約が履行されれば我が軍の勝利は確実なものとなります。敵に察知されないように注意してくださいというふうになっていますね。シリア様が増援として派遣された3連星が到着しました。キシリア様推薦の兵士とは機関なことか。こちらがガイア、オルテガ、マッシュですね。木馬のことは知っているな。まあ、ガンダム関連でいうと、先行のハサウェイがね、当初ゴールデンウィーク明けに公開予定だったものが5月末に延期になり、それもさらに延期になって、今公開予定日がね、未定ということになっているのがちょっと残念ではあるんですけどね。まあ、ちょっとでも早くやっぱりね、見たいですよね。さあ、ここにいるのがホワイトベース隊です。このホワイトベース隊確実に、やっぱりね、始末したいので、ルッグンを出して、これで偵察させましょう。まあ、ルークは、索敵能力高いので、見事に、ブライト、ホワイトベース、これ、カンパしてくれていますよね。で、こっからはですね、ランバラル隊を出して、一気に、このホワイトベース隊撃破という形に持ち込みたいと思います。まあ、3連星も撃破されると、ここで死亡ということになるので、このマップでは3連星が、まあ、撃破されないようにというのをね、最新の注意を払いましょう。今ホワイトベース隊、これの母艦となる木馬を撃破したので、これによってですね、ここにいるガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、これらのヒットポイントが半分になっていると思うので、この半分になっている状態でですね、撃破を先にしちゃいましょう。ここはザクカイ3機ですね。ガンダムを撃破できるとすごく大きいですけどね。ガンダムが格闘に来るので、これでザクカイが多分やられちゃいますよね。ただしザクカイを失ってでもですね、この後ガンダム、アムロのガンダム、これのね撃破最優先、していきたいというふうに思いますので、ここもルックンで索敵します。これで、タンク、キャノン、ガンダムがいるのが分かりました。ガンダムが全く削れてない状態か。ちょっと考え物ですよね。まずは、とはいえですね、ここにいるガンダムを撃破したいので、ランバラル隊で特攻をかけましょう。隊列的には格闘機、まあ、グフなんかを前衛に出して、中衛後衛をザクで囲んでいるという状態ですね。アムロが残っているものの、次のターンでアムロも撃破できるかな。さすがのアムロ、ガンダムという組み合わせになっているのかなというところですが、これもここで撃破が完了できれば大きいですよね。撃破に持ち込んでいきましょう。さあ、ここですね。ここでアムロを撃破したいところですが、格闘に入るのが、この後の、ランバラル隊であったりするんですが、ここはアムロを撃破してます。このアムロの撃破は大きいですね。そしたら全部隊、レベル将軍の撃退に向かいましょう。待たせたな。
まあ、実際にランバラル隊が撃破したのであって、3連星は今何もしていないというところなんですが、ここはね、しっかり、実際のところは功績値を稼ぎ切ったということで良しとしましょう。木馬の艦載機にダブデから発信する連邦軍機の写真がありました。エルラン中将との連絡役のスパイジュダックが乗る連絡機の写真だと思われます。この写真が連邦軍本体に渡っていたらエルランとの密約が察知されていたかもしれませんということで、これでエルランの寝返りも確定できたかなというところでしょうか。では全部隊この後転身してレベル将軍の方に向かいましょう。まあ、最優先で向かせたいのはやっぱランバラル隊ですね。ランバラル隊はね、ガウに乗って、一足早く、先行して、向かってもらいましょう。三連星もここから操作できるようになりましたね。三連星も操作できたものの、ここにいる、ハモンさんとかは操作できなそうなので、ハモンさんだけは残して、三連星も移動開始と、いうふうにしていきましょうか。マクベ司令、連邦軍の動きが活発化しています。部隊の集結もほぼ完了したようです。作戦開始は目前のようだな。人事は尽くした。あとは予定通りことが進めば我が軍は勝てさあ、ホワイトベース隊を撃破した後、ここからいよいよレベル将軍の本体がこの基地中心部に迫ってこようかというところですね。ちなみにですね、基地の外にも連邦軍の部隊大集結という状態になってますので、まずはね、基地に侵入した敵部隊、これの撃破に続いて基地周辺を固めている敵部隊もね、撃破していかなきゃいけないということで、かなりの大部隊になっていそうですね。では続きになります。作戦を開始した模様です。エルランからの連絡はまだか。たった今連絡が入りました。予定通りエルラン機関の部隊は我が軍に寝返った。エルラン機関の部隊が寝返ったという情報が入ってきました。全軍に攻撃開始を通達しろ。まあ、ここでもマクベはもちろんランバラルも撃破されないように気をつけたいところですよね。さあ、味方に寝返ってくれたのがここにいるビッグドレエルランですね。なのでまずここにいる敵部隊ですね、これエルランで撃破してもらいましょうか。陸戦型ガンタンクということで、まあ、あまりね期待ができるユニットではないのかもしれませんが、まあ、それでもねできるだけやっぱり撃破とこういうものはしていきたいので、早々に撃破をしていきます。エルランの部隊が寝返ったことによって部隊数では逆転しているんですけども、まあ、一方でこちらは砲台とかもね1ユニット扱いにはなっているので、実際に動けるモビルスーツとかね戦車航空戦力に関して言うと、本当に5部っていう状態でいいなのかなと思いますので、まあ、この5部の状態から確実に部隊数で上回っているよっていうね、そういう状態をまずは作っていければいいのかなというふうに思っています。まあ、エルランの部隊はね、まあ、あのガンタンクとマゼラトップとフライマンタっていうところで、まあ、すごく強い戦力というわけではもちろんないんですが、まあ、そんな中でもですね、ちょっとでも多く削っていく、まあ、そういう動きをね、していければいいかなと思っています。ここはレビル将軍とエルランの戦いですね。まあ、3連星はね、撃破されないように、もちろんランバラル、マクベもね、撃破されないようにというのは気をつけていきましょう。まあ、撃破されそうになったら一旦回復に戻るというのはね、徹底していきたいと思います。さあ、エルランなんですが、早速ちょっとピンチになってきているところ、様子として見て取れるので、ちょっと一旦下げたいところですよね。まあ、ただ、下げる場所もないか。となれば、ここでビッグトレイ。レベル将軍撃破したいところですね。なんとかね、撃破しておきたいと
というふうに思います。まあ、ここはエルランがどこまで持ちこたえられるかということになりそうなんですけども、レーベル将軍の指揮能力を考えた場合はですね、やっぱりレーベル将軍先に撃破したいところなので、ここはまあランバラル隊か3連星をレーベル将軍の撃破に向かわせたいと思います。まあ、ランバラル隊ですかね、ちょっと削られてきているというのもありますので、ランバラル隊を一路レーベル将軍の撃破に向かわせます。では予定通りですね、ここでランバラル隊を出してビクトレーの撃破を行っていきたいと思います。ランバラルとレーベル将軍です。まあ、ここでレーベル将軍を撃破すれば敵の指揮能力ね、大幅に減衰させることできると思いますので、ランバラル隊で撃破を目論んでいきましょう。格闘を当てていきます。格闘を当ててレベル将軍のビクトレ撃破完了です。この後は3連星とね、今レベル将軍を撃破という対抗を上げてくれたランバラル隊を持って残っているね連邦軍の駆逐を進めていきましょう。ではこれで全ての敵をこのオデッサから排除することができました。まあ、いわゆるマクベの核、これもね使う必要もないし、そもそもイベントも起きませんでしたね。完勝と言えると思います。ただ今回は歴史介入でガルマを入れているので、この場合地球方面軍司令は引き続きガルマだと思うんですけども、まあ地球上の最高責任者ジオン軍側だと誰になるんでしょうね。マクベなのか、それともガルマなのか、気になるところですよね。まあ、今回はねゲームのシナリオマクベを選んでいるので、まあ、マクベが最高責任者的なポジショニングになるのかなとは思うんですけどね。しかしこれで司令のお立場も上がります。副官として誇りに思いますよ。グラナダのキシリアから回線です。回線を回します。オデッサ戦の報告は聞いたぞ。素晴らしい戦果だ。ご苦労だったな。もったいないお言葉です。キシリア様の尽力があってこその勝利です。謙遜は良い。貴様の戦果は称賛に値するものだ。ジオン十字勲章の授与と少将への昇格が決定したぞ。私にジオン十字勲章。そうだ、貴様はジオンの英雄になったのだ。そして英雄にはそれにふさわしい仕事をしてもらわねばならん。地球方面軍司令として地上軍の全権が委ねられる。この任は重いぞ。心してかかる。はい、地上軍の全権獲得、まあ事実上ガルマを追い抜いたということですかね。階級をガルマは大佐、一方マクベは少々に昇進を果たしています。続いてギレンからも通信ですね。シリアから聞いていると思うが、地上軍の全権はお前のものだ。これがどういう意味か、さあどういう意味か分かるかと、もちろんです。そうだ、地上を制圧しジャブローを落としてもらいたい。V 作戦のデータを分析した結果、近いうちに連邦軍はモビルスーツを量産化し戦線に投入してくることが分かった。迅速に地上を制圧せねば我が軍の勝利は厳しいものとなるだろう。とはいえジャブロー攻略は困難だ。まずはこの流れは同じですね。まあ、ある程度の可能な限りの戦力を地上に向かわせる。連邦軍の拠点を潰していって最後にジャブローを突入という流れになると思います。目的、地上制圧作戦。連邦軍本部ジャブローを除く全特別拠点の攻略を開始します。
本作戦には宇宙攻撃軍及び突撃機動軍からも地球降下部隊が派遣されます。これはそれぞれドズルとキシリアの軍ですね、協力して作戦を遂行してくださいという内容です。というわけでまずはオデッサ基地の防衛作戦ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。今回はねここまでさせていただいて、次回ですねこのマクベとランバラルが協力してのベリーハードチャレンジ、続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。